こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。お、霊夢なんだか楽しそうだな。あ、魔理沙。あのね、私最近古いロックを聴くのがマイブームなの。そうなのか。まあ、いい音楽っていうのは、世代を超えて受け継がれていくものなんだぜ。でしょでしょ。ところで、何を聴いていたんだ霊夢？ビートルズっていうバンドなんだけどね。おっ、霊夢にしちゃー。なかなか渋いじゃないか。何よマリサ。私が流行り物に乗っかるだけの軽い女だと思ってるの？いや、そうは言ってないぜ。それじゃあ、マリサは詳しく知ってるの？よし、それじゃあ。今回はビートルズについて解説していくぜ。よろしくお願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。解説を始める前に、まず断っておくが、かなり長くなるから、ある程度分割して話していくのぜ。わかったわ。まず、霊夢よ。ビートルズと聞いて何が思い浮かぶ？うん。そうねー。あ、4人お揃いのマッシュルームヘアー。それと、お揃いのスーツ。そうだな。ただ、下積み時代のビートルズは、他のバンド同様、革ジャンにリーゼントという風貌だった。あら、なんか意外ね。この4人同じ髪型、全員スーツ姿というスタイルは、ビートルズのマネージャーだった、ブライアン・エプスタインが考案したそうだ。そうなのね。なお、ブライアンについては機会があれば解説したいと思う。それじゃあ、まずはビートルズのメンバーを見ていこう。まずはリーダー。ジョン・レノン。あ、私、この人知ってるわ。確か、奥さんが日本人なんでしょ？お、霊夢詳しいな。えへへ。そうだ。奥さんは小野陽子さんだぜ。ジョンと、陽子の関係については、機会があれば解説していくぜ。次にベーシストのポール・マッカートニーだ。この人、今でもコンサートで世界中回ってるんでしょ？結構なおじいちゃんだけど、すごいわよね。おじいちゃんよな。ごめん。気を取り直していくぜ。次はギタリストのジョージ・ハリスンだ。誰？この人？まあ、メンバーの中では一番認知度が低いかもしれんが、たくさん、いい曲を書いているんだぜ。そうなのね。ぜひ聴いてみたいわ。それじゃあ、最後に、ドラマーのリンゴスターだぜ。リンゴ？なんだか美味しそうな名前ね。お前の紹介は小学生か。というのがデビュー時のメンバー構成なわけだが、霊夢よバンドというものは、常に進化を模索していく中で、時にはメンバーチェンジを必要とされる時がある。わかるわ。それじゃあ、今回はバンド結成からデビューまでの軌跡を見ていくぜ。1957年3月、リバプールにある、グラマースクールのクオリーバンク校に、通っていた当時16歳のジョンは、6歳の頃からの一番の親友とスキッフルバンド、ザ・ブラック・ジャックスを結成するんだぜ。そうなのね。ところでマリサ、スキッフルって何？ああ、スキッフルとは、当時ロンドンを中心に流行していた即興音楽のこと、なんだぜ。そうなのね。若い頃からジョンは新しいものにアンテナを張り巡らせていたのね。だな。その後3人の友人が加入したタイミングで、人気のある地元のグループがすでにこの名前を使っていることを知ったジョンたちは、バンド名を学校の名前から取って、ザ・クオリーメン、と改名して活動していくんだぜ。あら、まだ、ビートルズじゃないのね。そうだぜ。正式にザ・ビートルズに決まるまでは、まだまだだぜ。そうなのね。同年7月、バンドはウルトンのセント・ピーターズ教会の野外バザー会場で初のライブを行ったそうだぜ。あら、教会のバザーなんて、いかにも外国らしいわね。そうだな。そこにジョンの友人でもあったアイヴァン・ボーンが、同じく友人だった当時15歳のポール・マッカートニーを連れて行ったことで、ポールはステージで演奏するジョンに初めて会うんだぜ。ここで初めて、
ジョンとポールが出会うのね。そうだぜ。二人の共通の友人だったアイヴァンは、ライブ終了後ジョンにポールを紹介し、意気投合するんだぜ。そして、リズムギタリストとしてバンドに参加するんだ。あれ？ポールってベース担当なんじゃないの？今はな。ただ、最初はギタリストとしてバンドに加入したんだぜ。そうだったのね。そして、1958年2月、バンドは新しいロックに焦点を当てた、レパートリーに対応するために、別のギタリストを必要としていたんだぜ。そんな中、ポールは当時15歳の友人、ジョージ・ハリスン、お誘い、ジョンに紹介するんだぜ。ここで、ジョージと出会うのね。そうだぜ。ただ、ジョンはオーディションを受けた15歳の、ジョージの演奏に感銘を受けるんだが、当初彼がこのバンドには、若すぎると考えていたんだぜ。でも、そうよね。だって15歳って言ったら、まだ、日本だと中学生でしょ？だな。ただ、当時別のバンドに、エディ・クレイトンというギタリストがいて、ジョンはジョージに、あのクレイトンぐらい弾けるなら、俺たちのバンドに入れてやってもいいよ。と言ったそうだぜ。あら、ジョンはちょっと意地悪なのかしら？どうだろうな。ただ、ジョンにそう言われたジョージは、当時かなり難しいとされていた、ビル・ジャスティスというアーティストの、ラウンジという楽曲のインストと、ギターソロのパートを演奏。結果、ジョージをリードギタリストとして採用したぜ。よかったわ。ちなみにこのエディ・クレイトンとは、エリック・クラプトン。ではないかと言われているぜ。すごいわね。ギターの神様と言われた人じゃないの。あくまで噂だがな。そして、その年の夏頃にはお金をかき集め、リバプールの歌詞スタジオ、フィリップスサウンドレコーディングサービスで、記念すべき初レコーディングを行い、レコードを自主制作。なお、この音源は1995年に、アルバムザ・ビートルズ・アンソロジー1。の収録曲としてリリースされているんだぜ。すごいわね。半世紀近く経ってから日の目を浴びるなんて。ああ、それだけビートルズの楽曲が初期から完成されていた証拠だぜ。その後キャロル・リーバイスのオーディションを受ける機会があったジョンたちは、オーディションのためにバンド名をジョニー&ザ・ムーンドッグスに改名するんだぜ。徐々にかっこいい感じの名前になってきたわね。そうだな。そして、1959年、バンドは最終的に3人のギタリストだけになり、バンド名を3人の名前をもじり、ジャページ3に改名。あら、また改名したの？そうだぜ。ただ、いつでもドラマーを発見できるように、活動は続けていたんだぜ。その後、1960年、ジョンの美術学校の友人、スチュアート・サトクリフがバンドに参加。あら、イケメン。おい。ごめんごめん。だが、このスチュアートは3年後の1962年に、21歳という若さで亡くなってしまうんだぜ。若くして亡くなられてしまったのね。ああ。さて、話を戻すぞ。ジョンとスチュアートは、1959年に亡くなったミュージシャン、バディ・ホリーのバンド、バディ・ホリー&ザ・クリケッツに敬意を表して、バンド名を、ビートルズに変えよう、と言い出すんだぜ。ここで、ようやくビートルズの名前が生まれるのね。そうだぜ。ちなみに、このビートルズという言葉は、クリケット、にあやかり、ビートルと、ビートを掛け合わせた造語だそうだ。なんだろう。バンドマンの人って、昔から、そういう造語を作るのがうまかったのね。そうかもしれないな。そして、その後、バンド名は、シルバービートルズ、に改名され、友人の、ジョニー・ジェントル、のスコットランドツアーの、バックアップバンドとして参加したんだ。本当ね。後ろでジョージがギター弾いているもの。そうだな。それから、バンドはプロとしての仕事を紹介してもらうために、ジャカランダというクラブのオーナーだった、アラン・ウィリアムズに依頼し、ハンブルグにおけるバンドの住まいを手配するんだ。
ハンブルグ？でもビートルズってイギリスのバンドよね？そうだぜ。でも確か、ハンブルグってドイツよね？そうだぜ。ビートルズは下積み時代に、外国でいわば、武者修行をしてたんだぜ。若い頃から外国で頑張ってたのね。そうなんだ。それから、フルタイムのドラマーが欠員だったので、この年の8月にオーディションを行い、バンドが出演していた、カスバコーヒークラブの、経営者の息子、ピートベスト、をドラマーに迎え5人組となるんだぜ。ここでようやく、固定のドラマーが決まったのね。そうだな。そして、ここでついにバンド名を、ザ・ビートルズ、と改名したんだぜ。ついに、聞き慣れた名前になったのね。そうだぜ。続けるぜ。ハンブルグのクラブ経営者、ブルーのコスクマイダーは、バンドが契約に違反してライバルの、トップ10クラブで演奏しているのを知り、バンドを解雇。You're fired. ひどいわ。また、ジョージが年齢を偽証して、ハンブルグ滞在の許可を得たとの通報を受け、当局はジョージの国外退去を命じたんだぜ。そりゃそうでしょうよ。ああ。続いてブルーノはポールとピートが、コンクリート製の廊下でコンドームに火をつけたとして、放火を理由に逮捕させ、当局は二人とも国外退去処分としたんだ。ちょ、何してんのよポール。そして、ジョンがリバプールに帰ったのは12月初めだった。それからの2年間、ビートルズは再びハンブルグに住んだんだ。その一方では娯楽として、他方では昼夜の演奏を行う、エネルギーを維持するために、プレルティンを服用したそうだ。麻薬、ダメ、絶対。そして1961年、彼らが2回目の契約中、スチュアートの恋人、アストリッド・カーチャーは彼の髪をモップトップヘアスタイルにカットし、後に他のビートルズに採用されることになるんだぜ。すごい人ね。だな。なお、彼女は最初にビートルズを撮影した、セミプロカメラマンとして知られている。スチュアートの彼女ってことで、みんな、油断しちゃったのかしらね。どうだろうな。ここでスチュアートが、その年の初めにバンドを離れ、ドイツで絵画の勉強に復帰することになり、ポールがベースを担当するようになるんだぜ。ここで、ベーシスト、ポール・マッカートニーの誕生になるのね。そうなんだぜ。そして、プロデューサー、バート・ケンベルトは、4人になった彼らを1962年6月まで使う契約をし、トニー・シェリダンのバッキングバンドとして使うことになったんだ。そうなのね。ああ、そしてバンドは、トニー・シェリダン&ザ・ビート・ブラザーズと称され、1961年10月、シングル、マイボニーをリリース。音楽業界の雑誌ミュージックマーケットのチャートで、32位にランクインしたんだぜ。すごいわね。だよな。そして、2度目のハンブルグ居住を終え、リバプールに戻ると、マージービートムーブメント、人気とともに彼らの人気も高まったんだ。だが、同時に、同じクラブで毎晩何度も登場する単調さに飽きていたそうだ。そうよね。たまには違うお店で演奏した方が、気分転換にもなりそうね。その通りだぜ。ただ、1961年11月、キャバーンクラブにおける、演奏中、彼らは地元のレコード店オーナー並びに、音楽関係コラムニスト、ブライアン・エクスタインに出会ったんだぜ。ここで、ようやくエクスタインとも出会うのね。そうだぜ。後にブライアンは、その時のことを思い出して、こう言ったんだ。私はすぐに聞いたものが好きになった。新鮮で、正直。そして彼らはある種の存在感、スターの素質を持っていた。とな。やっぱり、エクスタインのセンスはすごいわね。だな。そして、ブライアンはそれからの数ヶ月彼らを口説き、1962年1月、バンドは彼をマネージャーに指定したんだぜ。もうプッシュしたのね。そうなんだぜ。それから、1962年初めから中旬にかけて、ブ
ブライアンは、ベルト・ケンプフェルト・プロダクションズとの契約上の義務から、ビートルズを解放しようとしたんだ。彼は最終的に、ハンブルクでの、最後のレコーディングセッションを、引き換えに、契約から1ヶ月前の解放を交渉したんだぜ。敏腕マネージャーね。本当だぜ。しかし、4月にドイツに戻る途中、スチュアートが脳内出血により死去。ビアンセだったアストリッドは空港でメンバーに知らせたんだ。そして、ブライアンは、多くのレーベルとレコーディング契約の交渉を行い、最終的には、プロデューサー、ジョージ・マーティン、と契約に至り、ビートルズは、EMI's パーロフォン、レーベル入りしたんだぜ。これで、ようやくデビュー目前まで行ったのね。そうだぜ。ちなみに、このジョージ・マーティン、5人目のビートルズとも言われているし、XJAPAN の YOSHIKI さんのソロデビューアルバムの、プロデュースもしているぜ。あら、意外な日本とのつながりね。XJAPAN や、YOSHIKI さんについては、今後解説していきたいと思う。そして、ジョージ・マーティンとビートルズの、最初のレコーディングセッションは6月、ロンドンにある EMI の、アビーロードスタジオ。で実施されたぜ。ちなみに、このスタジオの近所の横断歩道は、後にアルバムアビーロードのジャケットに使われ、今でも、ロンドンの観光名所の一つになってるんだぜ。あはは、みんな4人で一斉に渡ってるわね。そうなんだぜ。そして、開始早々マーティンは、ピートの貧弱なドラムに不満を示し、代わりに、セッションドラマーの使用を、提案したそうだ。すでにピートの解雇を考えていたビートルズは、同年8月正式に解雇するんだ。You're fired. マーティンのこだわりはすごいけど、かわいそうねピート。そうだな。だがここで、当時、ローリー・ストーム&ザ・ハリケーンズ、というバンドですでに人気のあったドラマー、リンゴ・スター、が加入するんだぜ。ここで、ようやくリンゴが加入するのね。そうなのぜ。そして9月、EMI におけるセッションでは、リンゴのドラムをフィーチャーした、Love Me Blue のレコーディングが行われたんだが、またしても不満なマーティンは、ドラマーの、アンディ・ホワイト、を雇い、レコーディングされたのが、Love Me Blue Please Please Me PS I Love You の3曲だったそうだぜ。あ、私、最初の2曲は聞いたことあるわ。そうなのか？意外なんだぜ。そして、マーティンは当初、バンドの最初のシングルに、Love Me Do の、リンゴがドラムを担当した音源を選択したんだが、その後のサイプレスではリンゴにタンバリンを担当させているんだ。リンゴかわいそう。そして、10月初めにリリースされた、Love Me Do は、イギリスのシングルチャートで最高17位に達したんだぜ。デビュー曲でチャート上位はすごいわね。だよな。そして、彼らのテレビデビューは同月末。地方ニュースピープル&プレイセスでのライブ演奏だったそうだ。続いて、マーティンは早いテンポの、Please Please Me を提案。1963年1月にリリースされると、一気にチャートを駆け上がり、イギリスのシングルチャートで、2位まで上昇するんだぜ。いきなり大人気ね。そうだな。そして、1962年12月、ビートルズは5回目。最後のハンブルクでの滞在を終了するんだ。これで、外国主要は終わりなのね。そうなんだぜ。そして、1963年までに、彼らは、リンゴを含めて、4人のバンドメンバー全員ボーカルに参加することになり、全員が歌って演奏できるというスタイルを確立して、構成に多大な影響を残すことになるんだぜ。全員が歌って演奏できるバンドってたくさんいるけど、ビートルズが起源だったのね。おそらくな。おそらく？いや、私もそこは詳しく調べていないから。ただ、リンゴの音域は限りがあったんだが、グループの一員であることを証明する、
ためのものだったのは間違いないぜ。そうよね。そして、ジョンとポールはソングライティングのパートナーシップを確立し、バンドの成功が大きくなるにつれて、二人の支配的なコラボレーションにより、リードボーカリストとしてのハリスンの役割が、軽減されるようになったんだぜ。そういうことだったのね。ああ。ちなみに、このジョンとポールのライティングスタイルを、レノン・マッカートニー、というぜ。そうなのね。それから、ブライアンは、ビートルズの商用的可能性の最大化に力を注ぎ、演奏のための専門的なアプローチを要求したんだ。そうなのね。ジョン曰く。ステージに立とうが立つまいが、自分たちの好きな格好をした。彼はジーンズが特にスマートではなく、似合ったズボンを履くことができるかもしれないと考えていた。しかし我々が急に隠し気張ることを望みませんでした。彼は我々個人のセンスに任せることにしました。ということだ。ということで、ビートルズの結成からデビューまでを見てきたぜ。お疲れ様です。お疲れ様だぜ。ねえねえ、マリサ、私、デビューしてからのお話も気になるわ。そうか。それじゃあ、次回はデビューから3年間ツアーに明け暮れた。バンドのお話をしてやろう。おそらく、ウプ主が今頃不眠不休で作ってるはずだ。あはは。この動画が面白いと思ったらグッドボタンを押していくんだぜ。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ、また見てね。